ウーピンとスーピンはポンするつもりだったんだけど、ここだけは次スモバンだから、うん、即貼った方が偉い、即貼った方が偉いというので悩んでたのよ、うん、大輔さんだけは3ピン、サブ6ピンだけにしとこうかな、うん、こっちの2人はもうウーピン、スーピンはもちろんポンだったんだけど、いやでも最後暑かった、よかったよね、安前から、ね、安前からあそこでギャンバンぶち込んじゃったからさ、もういいピン行かないと帰れないって思いながら俺らすんだったらもう楽屋帰らずそのまま帰ろうと思って魂の見逃しからの、ね、最後も3だったんで、最後の瞬間もういけるだろって言ったら、いやもうスーピンポンしてても結局向上してるんだ、まあまあけどそれ結果だからね、まあけどやっぱくっつきにしといた方がもう3局目はいいかなっていうのは、だから、うんうん、よかった最後本当に熱い、あそうか、いやでかい、でかいけどでかい、まあ28ポイントでかいんだけどね、元がでかかったのさこれ3着だけで40の前、40の前が下げて一時期70超えてたんだだいぶ戻したと思いますね、そうだね、そうそう、大丈夫、渋川さんは、渋川さんはトップ取る、あプラスに渋ちゃん、半分取るこれ半分でいい、半分でいい、いやでもよかった、最後熱かった、最後熱かったね、本当によかった、本当によかった、あ今日も宝珠から始まったな、おやばん、どうする、あれパスを押す、押す、押すんだ、6は押すつもりだったんだけど、3-3だったから、血がもう2分の1だと思っちゃったね、6球はやっぱちょっと良すぎて馬強がいいよね、まあ想像わかんないし、いや想像じゃなかったしね、びっくりした、うん、あ萩原さんそれもあるんだっていう感じだった、なんなら